この先、事故多発路線です。少子高齢化で国内消費が減っているから、あるいは減っていくからということですよね。コロナの前はとにかく外国人を入れよう入れようって一生懸命やってたでしょ。なぜやってたかっていうと、国内消費が減っていくからだということなんですよね。日本は輸出大国なんて言われたのは昔の話。バス待ってる、まだバス来るんだ、うん。